はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。昨日投稿しました、青ウミガメさんが、30から50匹も、浅瀬で亡くなっているのが発見されたということに関して、新しいニュース報道があったようなので、ちょっとそちらの方をお伝えしておきたいと思います。そういえば何年か前にですね、沖縄のジュゴンの問題が、取り沙汰されておりましたけれども、ジュゴンのことについてもちょっと調べてみると、1年に、1、2回は必ず、漁師さんの網に引っかかってしまって亡くなってしまっているっていう事例が必ず起きているようなんですね。まあそれと同様でですね、やはり、漁師さんの網、定置網に引っかかってしまっていて、漁師さんが、どうやら、まあ漁師さん曰く、まあ、苦情という言葉を使っているようですけれども、苦情ということで、刃物で、刺したりとかして取り除いた、網から取り除いたという実情がどうやらあるようです。はい、それで少し調べてみましたらですね、こういった定置網にウミガメさんが引っかかってしまっている、この混獲の問題はだいぶ前から世界的な問題になっているようなんですね。こちらはですね、国際連合食糧農業機関 FAO がですね、2005年に、漁業操業におけるウミガメ死亡削減、ガイドラインというのが、示されているようで、だいぶ世界的に、ウミガメの混獲、ウミガメが誤って引っかかって、しまうっていう問題、漁師さんの問題がかなり大きな世界的な問題となっているようです。でその対策方法としては、サークルフックという釣り針の先が内側に、こう入り込んでいる、内側に曲がっているという、釣り針の形状を取り入れるっていうことで、まあ、ウミガメさんの場合その幅が広ければ広いほど、混獲の、混獲を回避できるっていうような、ことになっていて、まあ、これを導入するかどうかっていうところで、ウミガメさんの死亡事故混獲を、防ぐっていうものが方式があるそうですね。あとは TED と言われる、タートルエクスクルーダーデバイスっていうものですね。こちらは、ウミガメさんがこう網に引っかかった時に上に突き上げるような、行動を見せるということで、まあ、そちらの上に突き上げた際に抜けられるような、通り穴を網に作ってあげたりとか、まあ、その他、TED に関しては世界的にいろんな形状で研究が進まれているようです。はい、ただ、まあ、まだまだ未知数なところ、やっぱり漁業が関係してくるとはっきりとできない部分っていうのは多分出てくると思うんですね。だからそういった意味でなかなかこう透明性が確保されない事例なのかなというふうに思いますね。はい、ただですね、やっぱり絶滅危惧種ということもありますし、まあ、網から離す行動はまあ全然理解もできるし、ただまあ理解できるし、まああるお仕事に集中していって全く関係のないものが引っかかっていたっていう時に、まあどんなまあ精神状態になるかっていうのもなんとなくわかりますので、まあある程度は、理解もできるし、まあ食のためということで、まあ理解もできる方も多いのではないかなとは思うんですけども、やっぱり傷つけたり殺めたり
するべきではないかなって思いますね。やっぱり世の中的な風潮も見えてるでしょうし、やっぱりそこは配慮が必要になってくる部分なのではないかなと思います。ということで、やっぱり対策として、まあそういった TED ですとか、サークルフックですね、サークルフックの導入をするなり、まあそれは、こうどういった仕掛けを導入しているかっていうところで、まあ、導入する回避方法が変わってくるのかとは思うんですけれども、まあいずれにしても、まあ亀好きとしてはやっぱり、まあ工夫に工夫を重ねて、TED なりサークルフックを導入するなり、助けてあげてほしいなって思いますね。あとは気持ちの問題なので、まあまあ多少イライラしても傷つけてあげないでよっていう感じですね。はいはい、ということで、ちょっと情報の追加がありましたので、新しい情報が入りましたので、はい、追加更新とさせていただきました。はい、まあやっぱりどう考えてみても30から50のウミガメさんというのは相当な数です。アオウミガメさんに至っては80から150ほど、産卵、卵を1回に、産卵するということなので、相当な子ガメさんの未来もあったかと思います。もうすでにね、15日の、時点ではもう、引き潮に流されて、もう傷ついたカメさんたちはもう海に流されてしまったっていうことなんですけども、流されちゃったんかいって、保護してないんかいっていう感じですけど、まあなので、まあその1匹のカメさんからどれだけの可能性が現れて、それが1匹のカメさんにどれだけその世界的な希望というか、そういったものを見せれるのかっていう部分も、まあただのね、邪魔者扱いにしないで、やっぱり世の中的な背景も見てほしいなって思いますね。はい、あとは前回の投稿でもお伝えした通り、水族館とかそういったところが、まあこういった問題もあるんだよということで、まあ命もあってこういったところもあるんだよというところで、まあまあそういったお仕事に就く方へもできたら、まあ難しいでしょうけど、まあ生活も関わっている部分なので難しいかもしれないんですけれども、まあそういった啓発につながるというか、まあちょっと精神に働きかけるような部分を、まあ普及啓発してくれたら嬉しいなと思いますね。はい、なかなかね、漁業、などが関わってくると難しくなったりとか、まああやふやにしなきゃいけないみたいな、空気があるかとは思うんですけれども、まあ実際ことが起きるとこれだけ大きなニュースになってしまうっていうところはありますので、まあより良い、亀さんの未来のために、あとはね、人の心の平和っていう部分もありますよね。はい、亀さんは優雅に泳いでるのがいいっていうイメージがありますから、はい、まあやはり説得力を持った場所が啓発していく必要があるのではないかなと思いました。はい、もちろん仮面チューブでも、やりたいと思います。はい、以上仮面チューブでした。追加でした、失礼いたします。仮面チューショップでは、用品メーカー富城物産から発売されている天然手長エビの感謝を取り扱っております。泳ぐカメさんやハコガメさん、ヤマガメさんなど多くのカメさんに大好評。カルシウムも豊富で 100g あたり なんと 4740mg とのこと。手で簡単にちぎれたり、パラパラっと細かくできたりするので、餌の使い方はいろいろ。無添加、無着色、100% 天然素材だから安心。
カメさんの補助色としてぜひお役立てください。雰囲気抜群、丸ごと大人のカメさんに与えたり、小さくちぎって小カメさんに与えたり、カメの老若男女問わず大好きな乾燥飼料。こちらのカメさんもうまーい。